ちょっと集合して。なんかどうやら一人バンされるそうです。そう、で謝罪の DM が来ました。フン様、この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。50人クラフトのみんながリーク情報から対応が冷たくなってしまいました。僕は今日バンされると思いますが、今日もよろしくお願いします。長文失礼しました。かっちゃんからなんか来ました。かっちゃん、なんかよくわかんないんだけど、かっちゃんが今日バンされるらしい。かっちゃん情報なんだけど、かっちゃんがバンされるらしいんだよ、どうやら今日。かっちゃん？かっちゃんバンされるの今日。ちょっと VC つけてもいい？かっちゃんだしな。VC つけないとな。もったいないよな。かっちゃん？いや、もういいですって。いや、もうやめましょう、もう。かっちゃん今日バンされる。僕はわかってるんです。はいはいはい、じゃあなんか、おとといなんか、お前やらかしたな、みたいな。で、俺何やったかマジでわかんなくて、俺バカなんで無意識かなんかやらかしたのかな、みたいな。はい、思ってて。で、それなんか、ずっとお腹痛かったんですけど。でも、何したんですか、僕。いや、まあ。どんなリーク、まあ、リーク情報来たんですか？いや、なんかもう、みんなめっちゃ冷たくなってて、対応が。あー、配信切るか。え、そのレベルですか？いやいや、え、なんか、いや、ていうか、リーク情報が来たって、なんで分かったの、それは。だってなんか、おかしかった、みんなの対応が。なんか、様子がおかしかったです。いや、じゃあ、その、おとといから。おとといあたりからもう様子が変だったんだ。そうですね。あー、そのリーク情報。いや、俺、何したか本当に分かんないんですよ。本当に。本当に何したのか分かんなくて。あ、はいはいはい。で、その、じゃあ、今日多分分かるのかなみたいな。ああ、今日それが、蓋が開くのかなみたいな。ああ、そうっす。そうです。もう、独状態とかですよ。見てください。なんかもう、すごい、なんか。独状態独状態がすごい。え、なんていうんですか、この。泣きそうじゃん、声がなんかもう。いやいや、泣かないっすけど。いや、僕25歳なんで。いや、泣かないっすけど。でも、晩でしょ？おそらく。じゃあ遊べないね。あら、考えねとかほら。え、僕何したんすか？いや、なんか、マジでわかんない。しょぼりしだした。え、いや、っていうか、え、ピニガキに聞いた？え、なんも聞いてないっす。え、何、ちょん。リーク情報が来たって誰が言ってたの？わかんないっすけど。自分の思った。思い込みです。え、なんか、これ言っていいのかわかんないっすけど、なんか、おととい世界政府で、その、はいはい、話してた時に、まあ、やったな、みたいな。誰が言ってたんだ、やったなって。なんか、ハゲネズミとか、ハゲネズミ急に対応冷たくなったりとか、なんか。あー。いや、もうなんか苦しすぎて、みんな、なんか、独状態さんもなんか、おととい、てる、ウィスパーでなんか、うん、お前最後だけど、頑張るよ、みたいな。あー、独状態さんから来たんだ。お前最後だけど、頑張るよって、もう、はい。そうです。で、ちょっと腐ってきたのが、おとといのなんか、AI 選手権みたいなので、あったね、あったね、はい。新規のドルピン君と、はい、僕がなんか触れられるシーンがあったんですよ。で、ドルピンクの話してて、まあこういう時なんか近く来れたらいいよね、みたいな話 してたんで、お父さんのとこにささっと行ったら、カットするからやめて邪魔とか、なんか、くんさん、ぼそっとなんか、言ってましたよね。いや、そう、なんか、かっちゃんが自分がバンされると勘違いして、心配してるって言ったから、あ、じゃあなんかそういうノリで行った方がいいのかなと思って。いや、もうマジで、どういうこと？いや、なんか、いや、知らない。かっちゃんが自分で勝手にみんなが冷たいって言い出して、勝手に自分がバンされるとかなんか言い出してるみたいな。いや、違う。なんか、でもなんか、誰もリークなんて入ってないのに、かっちゃん勝手にリークが来てるみたいなことをなんか言い出して。ええこっちが来たいんだけど、なんかリークでも来たの？何も来てないですけど。あ、じゃあ何もないんじゃないの？あ、じゃあシンプルに嫌われてるってことですか？みんな。シンプル？いや違う、そうは言ってない。いや、なんか、アッシーが言ってたのは、最初誰かがふざけて、かっちゃんなんかやらかしたなって言ったら、かっちゃんが冗談のネタで乗ってるのか、本当に心配してるのか分かんなくて、アッシーがどうしたらいいか分かんなくて、みんなでかなり困惑してる、どうしようって言って、アッシーが心配してたのよ、なんか。お前心配されてる？大丈夫かなって。でも、違うんです。なんか俺、おとといとか、はいはいはい、はい。入った時、ハゲネズミ、また。タコワさん、893さんとか、あー、兄さんとかに、なんか、はいはい、お前、やったな、みたいな。なんか、ボソって言ってたんですよ。そのチャットで。あの、893の言うことはね、信用しちゃダメだね。あれ、信用しちゃいけないタコワさん、これ。え、マジで聞こえない、もうこれ見て、こいつの顔。いや、お前、マジで。あ、イラッとしてた、普通に。もう。
で、俺これバンですかこれ。なんでそうなの。なんでそうなの。いやなんかこれもう、なんかそうなの。バンなのこれ。あんま参加しない方がいいのかなみたいな。なんかみんながすごい。ニートブのドレハンとかその辺もなんか来なかったよね、かっちゃんなんか。みんなに嫌われてるから、行ったらなんか空気冷たくなるかなみたいな。あー。多分ピネガキとかは。そうだ、だからピネガキもこいつも悪くて、DM で話してたんですけど、今日で最後のね、バイバイみたいな。急にピネガキが言ってたの最悪。まあ、どうしとんねんお前マジで。マジうぜえもう。くるなよマジで、一生どうしてマジで。いやもうマジうざいわもう。じゃあ俺参加していいんですか。うんよかったもう。かっちゃんマジなんかイライラしてきた。もういいわ、かかってこいよ。いやもうずっと昨日予定あったんですけど、もうずっとこのこと考えてて何も見入らんくて、でもうなんかもう ずっとなんかこうずっと心配してたんだ。ずっとが考えてたのに、あーもうマジでゴミだなマジで。かっちゃんおそらく今日バンされるわ俺。やっぜーマジで。言うなよお前クソガキ。お前どうしたんだよマジで。なんで心当たりがないのにそんな悩めたの。いやだから本当に心当たりがないから、いや俺なんかやったのかなみたいな。あーなるほどね。いやもう毒状態も言ってるよかっちゃん。落ち着こう。何があったんって。あんたもなんかテルでなんか言うてましたよ。ペコペコやめろ。やめろお前らマジ。あもうあもうよ。何こうノイズ抑制されてわかんない。ノイズ抑制されてって何言ってるか分かんない。いやもう来るな。やもかっちゃん偽アカ作られたからバンされるのかな。なんでだろう。あ偽アカ作られたことが原因かもしれないと思ったんだ。25歳から27歳までアカウントできてました僕の。あーマイクラも。何してんの。なるほど、それが原因かなと思ったんだ。いやもうぜーもうイライラしてきた普通に。もうね。いやもうえ、まあまあ、これ配信されてます今。まあされてるよ。あもうえ全国公開じゃないですか俺の。子供になんか騙されたっていうのがまあ全国で公開された。いやもううざいうざい。もう見ないもう。全国放送だよ。ハゲネズミと893となんかこの辺りに騙されたみたいな。ああ騙されちゃったよね。悪意はなかったんじゃない893も。終わりでしょ実際。かっちゃん何もリンク来てないから。あはい。大丈夫。なんか心当たりでもあったの。いやあんまないっすね。あんまない。いやないっすね。何。いやいやマジないっす。バーンされるほどの悪いことはマジでしてないはずです。してないはず。いやだから僕バカなんで無意識かなんか やらかしてるかもしれないです。無意識かで未成年となんか遊んだりとかしてる可能性ある。いやそれはないっす。未成年と遊んでるとか絶対ないっす。無意識のうちになんかええみたいな、何このやりとりみたいなのはない。いやナイスそれはないっす。それはないっすけど、いや結婚しようとかマジやってないっす俺マジで。あーなんか欲しいものリスト買わせたりは。いやないそんなメッソもない。あないっすよ。じゃあここでリークを一粒。ここって聞くさよ。くんさん摩擦見て大丈夫。えあっ、ええ、何ですか何ですか何ですか。もうちょっと待って、ちょっとお前多分この子に DM 返す。何ですか。いやないマジ。なんか録音ファイルあるっぽい。ちょっと待って、録音ファイル何すかその録音ファイル。何ちょっと待って、ちょっと待って普通に。えマジで。えちょっと待って、配信今聞いた。ちょっと VC つける。え VC つけたよ。何嘘そんなんないから。つかつかマジじゃん。マジおい、はい、見落ちましたかっちゃん。ミュートにしました。ドイキャンバトル。はい、まあ今日からも一緒に頑張ろうね。よっちゃん何のリークも来てないから、何もリークも来てないから一緒に遊ぼうね。はい、あの2年の伊藤部もドレハンとかもやってるからちゃんと来ようね。多分大丈夫だよ、みんなにはめられてただけだよかっちゃん。くんさん理由見て。これ何ペリガキ、うん、いつって何、どうしてのチュってこと。俺通話した時これか。あ、うん、はいはい、これペリガキのやつ。聞こえる？聞こえるよ。何したの？いや、わかんない。なんか、俺が見れないマイクラ雑談のところにめっちゃ俺のリック来てるらしい。二人めっちゃやばい、くんさんの。いや、やばくない。ほんとやばくないけどな。くんさん、どんな感じ？AI 選手権みたいなのやったんよ、昨日。その時に、新規の話題になって、俺行かないとダメかなと思って、ちょっと入ったら、ここカットするからみたいな。あと、
今日みんなでフォールガイズやってる時クンさん来てさ、ニート部名刺だね。ニート部のメンバーシップに入れば暇人さんとフォールガイズで遊んだり、かっちゃんとかみんなで遊んだりしてます。その時ペニガキもいました。今何してんのみたいな感じクンさん言ってて、俺が説明してたらへーみたいな、冷たいへーが返ってきた。あ、そういうこと。別に やばい、別にちょっと待って、別にそんな深い意味ないけど、俺のへーになんでそんな重い意味を見出したんだ。俺多分バンかもしれない普通に。ガチ。あのさ、一回り下の子供に価値相談してんの。違う、これね、ペニガキがこの通話が来た後、ペニガキ大爆笑しながら、カッちゃん本気で信じてたよ、カッさん、やばい、録音した俺とかって言って、ペニガキが超ご機嫌で、なんか言ってて、ペニガキこの通話の後、大爆笑みたいになってたよ。いや、わかんない。いや、マジでわかんない。ずっと体調悪いよ、今日。かわいそうに。明日多分、晩かもしれん。申し訳ないって時言っとこう。なんで堀に申し訳ないの。だって50人クラフトメンバーじゃん、あんたも。ちょっと迷惑かけちゃってるから。ちょっと申し訳ない。この後、ペニガキ大爆笑。あの、なんか申し訳ないとね、謝ってくる人間を大爆笑みたいな。最悪すぎる。むちゃくちゃや。いやー、すごいなー。ガチでおもろかった。めちゃくちゃだなぁ。まあ、かっちゃんよかったね。何事もなく今後も遊べそうで。とりあえずよかったね。仲間がいるよ。まあ仲間だね。はい。で、GG ならよかったけどね。またそうやって不安になること言う、そうやって。そうやって不安があるようなこと言って。固まるよ。また不安になるよ。もう一つあるけど、ロード長い。もう一個もあるんだ。かっちゃん固まっちゃったけど、これ大丈夫これ。今記憶をロードしています。なに、どういうことどういうこと、何が始まるの、どういうこと、何記憶をロードするって、どういうこと、何が行われてんの今。アンドロイド何したかなって。いや、だから何もない。かっちゃん、何もないってだから。だってみんなが言うから、大丈夫だよ、かっちゃん。かっちゃんなんか、ドルピンくらいの気持ちで接してあげないとみんなダメだよ、多分。ドルピンに優しくするでしょ、ドルピンだったら。僕心当たりないのに悩んだりしないよ。まあそうだね、まあ確かにそうだね。ホルさん DM、 コアサ893さんかな。で、あとタコアサも一体行きたいような気がする。ちょっと忘れちゃったけど、これタコアサ14のことだろ。お前やらかしたなみたいな、やばいよみたいな。チャットしてくださったりとか。ちなみにいいけど、本当に名前流してないんだよね。いや、俺は思い当たんないかも。じゃあ思い当たったのあれだけ？聞いて言うならって感じ。あれ大丈夫これ、この会話大丈夫ここから。かっちゃん、これ流して大丈夫これ本当に。なんかこれ、ペニガキしか見てないからね。これ、ペニガキがコンプライアンスチェックした動画だからね、これ。大丈夫このやりとり。いける。じゃあ、ペニガキが言うなら。で、そのヘッダーに。いや、今は全然そんなことないんだけど。ほうほう。ヘッダー？今は全然そんなことないんだけど、なんか、アーケンさんと、ナッシーさんと、クマさんがあんまり好きじゃないっていうのをヘッダーに書いちゃったことかな、これ。あー、もう一回行くね。今は全然そんなことないんだけど、なんかアーケンさんとナッシーさんとクマさんがあんまり好きじゃないっていうのをヘッダーに書いちゃったとかな。開けたなんか名前出てるよ。他はマジでない。ずっと遡ってんだけど記憶を。いやマジで多分明日の50人クラフトの時に一番で来るんじゃないみたいな、やらかしてるっていうのをなんかその話すんじゃないみたいなこと言ってるから、多分明日全部わかるんだろうけど。昨日世界征服に誰いた。ペニガキ以外ほぼいたはず。誰いた。 あとリケモさんとアルゴンさんいたくらい。え、昨日なんて言われた。アッシーさんとこれはやばいねみたいな感じだったような気がする。ちょっともう悪、アッシーこれはやばいね、悪いやつだなマジで、悪。アッシーさん、クソデカため息してやばそう。うん。あ、わかんない。わかんない。なんか、やったかもしれん。いや、でも、わからん。いや、なんかやってんだろうな。俺さ、バカだからさ。絶対なんかやってんだよ、多分。絶対なんかやらかしてるんだよ、俺。いや、俺バカだからさ、なんかやっちゃうんだよな、絶対なんか。もしやらかしてるとしたら何。いや、わかんない。いや、そんくらい、だからそのヘッダーのやつくらい。ヘッダーのアーケンさんとクモとナッシーがなんか嫌いみたいなこと言ったってこと。うん。そんぐらい。今は全然そんなことないよ。今は全然そんなことないよ。ああ。今は全然そんなことないけど、昔書いたやつをリークされたってこと。うん。なるほどね。くらいかな。キモガキ、マジキモガキ。かっちゃん、自意識過剰でしょ。ドルピン。
なんか、すごいなんか、ドルピンの方がなんか大人っぽくない？なんか、ちょっと大人っぽいよね。なんか、自意識過剰とかいう言葉も知ってるし、みたいな。大人っぽいじゃなくて大人。お前、雑魚のくせに調子乗んな。あ、かっちゃん、ドルピンは仕掛け人側ね。あ、ドルピンも一緒にやってたんだ。一緒ゴミドル。俺知ってた。ゴミドルって。まあ、じんじんですかね。かっちゃん、じゃあよろしくね、かっちゃん。ちゃんと頑張ろうね。よかったね、かっちゃん。何やともあれ。で、アーケーさんのどこが嫌いだったの？で、あ、VC つけようか。ちゃんと説明させるために。かっちゃん？かっちゃん？かっちゃんついてるよ。まあ、アーケーさんのどこが嫌いなの？今、尊敬しますって。いや、ナッシーとクモはわかる。ナッシーとクモはわかるから。アーケーさんのどこが嫌いなの？詳しく聞きたい。なんか、こいつゲーム下手くそだな、みたいな。なんか、でも、かっちゃんも別に、かっちゃんの方がうまいから、ちょっと見てて嫌だな、みたいな。いや、まあまあ、そうっすね。アケさん、VC オン。はいはい。アケさん、つけたよ。あ、うるせえ。うるせえって何？あ、なんすか？なんですか？ドルピン、あ、知らない。なんだっけ、名前。かっちゃんか。今の、絶対わざとだよね。女の嫌な、嫌なってだよ、今の。今の女のやつだ。じゃあ間違えちゃっただけですよ。すいません、ちょっとまだ新規の人は分かんなくて名前。すいません、なんか。いや、今はそのことにす、今。聞きたい、なんか、かっちゃんさんってゲーム上手なんですか？あー、もう。どういうゲームうまいっすよ。なんかできたりするんですか？バロとか、エーペックスとか。急きに話してくんなよ。いや、仲良くなりたいなって、かっちゃんさんと。どうなのかな、みたいな。いや、もう。なんで逃げるんですか？僕とお話ししましょうよ。逃げるんですか？ちょっと、見落としてください。いや、もう。はいはい、もう、多分もう、相手リングアウトしたんで、アケさん終わりです。ありがとうございました。あ、はい。OK です。敬称つけたり、敬語なの女性って感じ。アケンウィーン。マジでボコすからな、お前。ミュート終わってから言うなよ。なんでミュートしてくださいって言った後、ちょっと遠くからなんか小石投げつけんの。ちょっと相手が離れてから小石ポイって投げつけて。まあ、いつかね、アーケン VS カッチャンでなんか、バロラントしたら楽しいかもね。カッチャンバロラント得意らしいから、ニート部の名刺の人でバロラントやった時に、俺とインキャ転生とカッチャンと、あとペニーが来た後、もう一人名刺の人でやって、インキャ転生がカッチャンが弱すぎてドン引きしてた。インキャ転生のガチ引きみたいなのあんじゃん。みたいな声出して、インキャ転生が引いてた。弱すぎて引いてた、ちなみにインキャ転生は。アーケンさん、バロランク低いでしょ。アーケンさん、バロ、いくつなの？ランク。ランク回してない。今度ちょっと決着つけるべきかもね。カッチャンチーム VS アーケンチームで。他の人たちは、まあ結構こう、トントンにして、ちょっと今度いつかやりましょう。じゃあ、ちょっと。バロに？俺、カッチャンチームに入ろうかな。いいよ。カッチャンチームに強い人寄せてもいいしね、全然。デデが来たら多分遊びじゃなくなる。多分デデが来たら多分遊びじゃなくなっちゃうかも。ちょっと。そのうちですね、多分ニートブチャンネルでやります。楽しみにしておいてください。いや、でもかっちゃんが強い人だからさ、かっちゃんって強い枠でしょ。だったらまあ強い枠いらないんじゃない？周りが俺についてこないといけない。あ、ついてこれるような人を入れなきゃいけないってことか。うーん、楽しそうですね。じゃあウルルとか入ろうかな。終わるよ、ウルル。ウルル大変なことになるよ、多分。